10月24日選挙戦6日目、今日今終わりました。本当にお疲れ様でした。ここで選挙戦折り返しであります。本当に、こんにちは、ね、今日もですね、この佐賀市内、佐賀市内を丁寧に、各地区を回らせていただきました。旧市街、昔からの住宅街といったところも回って多くの皆さんにご支援をいただきましたし、そしてまた農村部もですね、この農家の皆さんやそういった皆さん、まあ、お忙しい時期でありましたけども、ご支援をいただき本当にありがとうございます。そういった中で今日特に印象に残ってますのが、夜になりまして日が暮れた後にも最後の8時まで街頭演説を続けていたわけでありますが、団地やマンション、こういったところに向けて街頭演説をしましたところ、ベランダですとかそういったところから出てきていただいて、ご支援、ご声援の声をいただいたわけであります。こういったことは私も政治経験長いですけども、今までの中で、特に、このいい手応えを感じているところであります。明日から本当に、また後半戦になります。厳しい戦いが続いておりますが、ここで皆様お力いただいて踏ん張って頑張ってまいります。明日もよろしくお願いいたします。